イエンス・ペーター・ヤコブセンイエンス・ペーター・ヤコブセンは、デンマークの詩人、小説家、植物学者。デンマーク語では、イエンス・ピーダ・ヤコプスンに近い発音で発音される。ユトランド半島北部の港町ティステッドの裕な、選手を呼び、石炭症の子として生まれる。9歳で、植物学に熱中し早くもこの地方の、全植物を知ったという。 この自然科学への興味は生涯続く。16歳からコペンハーゲン大学に入学し植物学を専攻し、同時にゲーテ、シラー、ビーラントなどのドイツ作家の全作品を読む。18歳でシェイクスピアを発見、単独する。20歳頃に信仰の危機を迎え、キルケゴール、聖書、ホイエルバッハ、ハイネなどの読書遍歴の末、無神論者となる。 苦しい内的戦いを経て、宗教を離れたと後年10回している。イップセンのペールギュントに感動し、自らも北欧の佐賀に題材をとって物語し、これまくとステンゲルで詩と短編の組み合わされた連作、サボテンの花開くに着手、また長編小説、無心論者の構想を得る。これが後のニルスリューネとなる。八百七十年。 少し前から婚約していた、ティステッドの王女と呼ばれる、美少女との婚約を解消する。熱心なクリスチャンである彼女を、自分の無心論と対決させるに忍びなかったとの、理由による。1872年、新デンマーク月刊誌に、中編、モーンスモワンズを発表を。また多年にわたる僧類の研究をまとめ、大学より金牌を受賞される。 ただ沼や川での無理な採集がたたって、この頃から胸を病むようになる。1873年には、チャールズ・ダーウィンの、種の起源、人間の進化と、正当他の翻訳を進める一方、長編、マリーエ・グルベ・プジンのために、図書館で古文献の収集を行う。療養を兼ねて、ドレスデン、ミュンヘン、プラハ、ウィーン、フィレンツェ、ローマを歴訪する。 1876年の末に、マリーエ・グルーベ・プジン・フルー・マリーエ・グルーベ観光。これは17世紀に実在した美貌の貴族女性で、国王の弟、姉婿の騎士、自家の下僕と、男性変歴を重ね、最後は、都線上の女将となったその生涯と内面を描いた、ものである。反響は大きく、諸外国からも、翻訳の申し込みを受ける。 1880年、病が重くなる中で、奇跡的に、ニルス・リューネ、ニール・ス・ルナを、故郷の家で完成させる。イップセン、ドイツの詩人、リルケなどをも感動させた。この作で、ヤコブセンは神に反抗して、思索と恋愛で、人間性を高揚させようとし、生きる根拠と目的を失いつつ、信念を曲げない人物を創造し、無神論者の聖書と一部の人には呼ばれた。 その後も短編、ベルガモの国死病、フェーンスプジンなどを発表し、1885年に結核のため38歳で死去した。J. ヤコブセンは植物の学名で命名者を示す場合に、イエンス・ペーター・ヤコブセンを示すのに使われる。ありがとうございます。